皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。そして今回紹介する車がこちら、はい、X7 40D。 ブログにもアップさせていただいた車両ですよね。そうですね、はい、ちょっと僕今回実車初めて見るんですけど、はい、まあ、いろいろ驚きがありました。はい、はい、そして毎回ちょっと飯村さんの車両紹介というと、はい、オーナー様とちょっとつながるところ、もちろん詳しくは掘り下げられないんですけども、うん、数々ちょっと他の車もいろいろお持ちの方で、そう、ほとんど多分今お持ちになっている車は YouTube でご紹介させていただいていると思います。なんでもうなんとなく皆さん、あ、どれかなっていうのを想像していただけると、はいはい、もしかしたらつながるかもしれない。そうですね、はい、そんな中の1台ということで、はい、これ X7 をここまでいじる人がいるんですかっていう。そうだからね、本当なんかエアロとホイールと車高と、まあ、ちょっと細かい部品もいろいろやったんで、はい、なかなかびっくりしました。珍しいかなと思います。はい、でまず前回りから見ていくと、はいはい、X7 にエアロをつけますか。そう、今回ねエアロ、まあまあ基本的にエアロが、はい、エアロとタイヤホイールはつけたい派のお客様なんで、まあ、今回ちょっといろいろね、数がないというかあんまり X7 用のエアロが出てない中で、ちょっと新しいブランドのものを選択してつけてみました。それがこちらのザコエ、はい、ザコエブランド。これもうほとんど黒に見えちゃうぐらい、はい、ですが濃いめで塗ってるんですけど、実はこれそうスモークペイントしたので、ちょ太陽の光とかが入ればカーボン の, あの目が透けてるようなフィニッシュ仕上げになってます。これ全部カーボンなんですよね。カーボンです。まずその X7 をいじるっていう発想がすごいし、エアロをつけるっていうのもすごいし、うん、でなおかつこの X7 にエアロがあったことがもうまずすごいな。そうね、はい、意外とないのよ。でも本当にその何社2社3社ぐらいですよね、うん、しかなくて、まあ、その中から、まあ、ベースも M スポーツなんで余計にねあんまりエアロをつけるっていう感覚がないのが一般的だとは思うんですけど、今回は、まあ、どうしてもつけたいということなんでエアロパーツをチョイスしました。これだってセダンで言ったらもう7シリーズ的ポジションな車じゃないですか。 そうね、うん、それでここまで遊べるってなかなかね、はい、なかなかないと言ったら7シリーズにちょっと大きなリップつけてるのと同じぐらいのノリなわけじゃないですか。これをやるっていうのはもう相当な勢いがないとできないところだなと、うん、そうですね、まずちょっとそこが驚き、まあ、あとはもう黒で全部統一されてるんで、そう、でも黒なんだけどそのベタな黒じゃないの、うんうん、その例えば M スポーツでこう純正でこういう部分が、はい、ちょっとブラックメッキ調になってるんだけどグリルはクロームみたいな。ちょっとこう、そう今回その純正のブラッククローム風なキドニーグリルに交換してあります。あ、これ交換したんですか。交換してあります。なるほど、はい、だちょっとよく見るとこうボディとこの結構質感がいろいろ違って、ちょっとねクロームっぽい感じ、メリハリありますよ、うん、でベタな真っ黒にはちょっとしたくなかったんで純正のものを選んで使ってます。確かにこっちのグリルなんかはもうツヤありの黒ですから、ちょっとそれとの素材感のちょっと違いというかは、ね、うん、まあ、実写見ると結構これ分かって、うん、結構前回りの押し出し感というか、すごい迫力だよね。いかついですよね。こんなの後ろに疲れたら嫌だよ僕ももう速攻道譲ります、はい、そのぐらいいかつい前回りになって、はいはい、そしてちょっとメインの横を見ていきましょうか、はい、ここまたちょっと僕びっくりしたところなんですよ、はい、この車にこの組み合わせを持ってくるかと、うん、はい、結構チャレンジングな、ちょっとそうなん、結構今回ちょっとチャレンジしました、はい、まあ、もう安牌でいうと、まあ黒系もしくはまあブラッシュドがもう安全なとこというか、安全な攻めないとこでいったらもうそこじゃないですか。 そうね、はい、そこに来てこのホイールの色とキャリパーの色、はい、これはもうお客様の、そう、今回はもうこういう色にしたいと、いうふうにお客様からのご要望があって、じゃあ今回やってみましょうと。ちょっとその僕も正直ちょっと大丈夫かなっていう不安はあったんだけど、実際組み上がってみるとまあバッチリいい感じかなと思います。これエアロが効いてますね、ちゃんと。そう、だからこれが M スポーツエアロなしでこれ持ってきたらちょっとねその足回りというか足元だけこう頑張ってる感じが出ちゃうんだけど、
今回フルキットでエアロパーツ組んでて、さらにこの感じなんで雰囲気的にはありかなと。確かにこのぐらいパンチのある足元でも、うん、なんかちょっと全体的にこうやりきってる感が出てて、うん、負けないよね。いいかなと。でこの組み合わせが、はい、某アメリカの車両 の, その組み合わせから、そう、はい、ホームページにドーンって乗ってる車、はいはい、からヒントを得て、はい、確かにちょっとそういうの参考にするのっていいかもしれないですね。そうね、はい、まあ、ちょっとサイズ感だったりだとか、はい、色だったりだとか、なかなかちょっとこれをゼロから生み出すっていう、こうなかなかね、なかなかたどり着かないところ、はい、で細かく見ていくと、はい、こっちがフィニッシュ的なこれ何、サテンブロンズです。あ、これサテンツヤなしのブロンズなんですね、はい、サテンなんか半ツヤか、半ツヤ、はい、そしてこっちのリムの方がミラーポリッシュのブロンズ、一回ポリッシュかけたところにブロンズのクリアが吹いてあるんです、はい、なんでちょっとこのディスクの立体感とリムのこの存在感が、そして当然ピアスボルトはもう全部出てない全隠し、まあ、ちょっと今回ディスクがねちょっと派手なデザインのディスクなんで、ここにまあハードウェアボーンって入ってくると、まあ、さらに派手になっちゃうんで、それをちょっと中和させるというかいう意味でも、ブラインドになってます。確かにごちゃごちゃしすぎててもちょっとおかしいですね。そうね、はい、でサイズ的にはこれ何インチになるんですか。24インチです。あ、24なんですね、はい、でかでかいんですけど、ちょっとちゃんとこのボディのでかさとエアロパーツでちゃんとそうだからなんかねこう全然こうホイールばっかりボーンって主張する感じがないもんね。確かに全体的にこう、はい、塊感があって、ちょっと一回りなんならちっちゃく車がなったかなっていう感じがすると思います。確かに確かに、よくエアロつけてない SUV の車とかで、うん、あんまり極端にでっかいタイホイール、まあ、デザインにもよりますけど、なんかちょっとタイヤの薄さがでこうちょっと貧弱な感じとか、そう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 、最近僕と飯村さんでよく言うのはちょっとかぼちゃの馬車感が馬車ね、はい、馬車ね、はい、馬車感ちょっと出ちゃうじゃないですか、うん、だからそれちょっと本当にバランスよくできてるなっていう気は今回しました、はい、であとは今回ちょっとこのオレンジ色というべきか、うん、まあ、茶色というべきか、はい、このキャリパー、キャリパー、はい、はい、これも塗ったんですね。塗りました。これもまたブルー、はい、ブルーですかね。かな、はい、ブルーとあとオプションかな、選択で多分赤も多分選べるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、これがまたちょっとこの同系色で、はい、はい、そう、それもねちょっと最後まで不安だったんだけど、目立ちつつ目立ちすぎずっていう感じの足元になってるから、バッチリです、はいはい、そしてこれ後でちょっと内装を少しだけ見てみたいと思いますけど、中はこのブラウンの、はい、レザーに、レザーなんで、はい、ちょっと同系色で全部やっぱりまとめてあるんですね。そうだからその黒と、まあ、ちょっとブラウン系というかブロンズ系とい いう色味で、最終的にバランスを取ってるんです。なるほど。そしてあと横に行くと横もエアロついてるんですよ。はい、横もザコエのカーボンのエアロがついてます。はいはい、でこれも同様にカーボンのものでちょっと濃いめのスモークで、はいはい、まあ、本当によく見ないとカーボンってわからないように仕上げになってます。ただちょっとここ僕車のイメージ的にあの正直にレビューすると、ね、うん、あのロゴはちょっとこうもうちょっとこうシンプルに、そうね、はい、そうね、ちっちゃくするとか埋められるとかの方がなんか車のイメージ合ってるのかな、うん、でもエアロパーツってやっぱりそういうなんか出したがるよね。出したがりますね。名前を分かります。まあどこも、はい、全てスポイラーのところに入ってたりとか。そう、はい、そうです ね。マンソリーもへこんでたりしますからね。そうね。だからちょっとそこはあのでもカーボンだとどうにもならないじゃない。どうにもならない。はい、なんかちょっとそこはもう少しこう応用聞くといいかなっていう。そうだね。そうだね。結構ブラバスのリップとかでも端っこの B マーク見せたくないっていう方がいて、うん、スムージングしたりするじゃないですか。うん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 、なんでまあそういうのができたらもっといいのかな。そうだね、まあ、ちょっとあの新生エアローブランドなんで、はい、まあ、今後にそうですね、シリアルナンバー2なんで。あ、そうなんですよね、はい、車も新しいし、うん、エアローも新しいです。エアローも新しすぎて、はい、なんと本国に次ぐ、はい、2代目という、はい、だこれ結構あれじゃないですか、もう世界的にもちょっとこう発信するべきというか、うん、そうだね、はい、なかなかつけてる車もですよね。だから世界で2台しかいない、はい、そうですよね、まあまあ分かんない、 3台4台あるんですけど、はい、まあ、まあまあ今増えてるかもしれないです。ああ、で今エアロワ そのラインナップもスーパーカーと、うんうん、あとメルセデス BM ぐらいでちょっとこう、うん、割と6メーカーぐらいかな。そうだ、ね、だ今後ちょっと増えていく可能性がある、うん、はい、そんなブランドです。だから割とデザインはでもちょっと純正のこうラインを生かした感じで、そうだ、そんなになんかむちゃくちゃ派手でもないし、なんかあの付けた感がそんなにないので、うん、ボリュームがちょうどいいですよね、うん、はい、こんな感じのエアロワついています。でも横も真っ黒ですもんね、車。横もそう、 M スポーツなんで純正で真っ黒にいかついっす、はいはい、そして後ろも同様に、はい、後ろの方がこうリムが取れてるんで、そうね、リアが 12J の355
なんで、よりサイズ感が355ですよ、はい、355です、アベンタドールじゃないですか、いつもの355です、あ355アベンタドール、はいはい、もうとてつもない、はい、そしてデズラもちょっとこうローダウンしきった時に合わせてあるんですよ、そう、はい、ビタビタに、はいはい、だから X7 って内側も外側も逃げられない、あそうなんですか、そうだから本当は 12.5J に355をつけて、このブレードステインがちょっと太めじゃん、はい、だから少し寝かして履きたいのは山々なんだけど、はい、もうインナークリアランスがねないの、あそうなんですか、そうボディに当たっちゃうんですか、当たっちゃう、へなんでもう 12J に抑えて355をギリギリだ、前にも内側にも外側にも逃げられない、あじゃあオフセットもこうジャストのところにしないと、しないと当たっちゃいます、じゃあ履かせ方にはちょっとノウハウが必要なんです、あとタイヤチョイスと、そう、はい、まあ、355までいっちゃうとタイヤチョイスも減ったくるもないですけど、ないんだけどね、はい、まあ、ちょっとその辺のノウハウが生きてるみたいな、はい、そして後ろも同様にザコエのエアロパーツが、はい、ついてます、ついてるんですね、はい、結構後ろはちょっと主張激しいです、そうだね、ディフューザーがバーンって出てる感じ、グイッて出た感じの、はい、そしてここまでですかね、ここまでディフューザーデザインの、はい、あでここにもザコエのあれなんですね、プレートが、あそうそう、そこにシリアルナンバー2ってなってる、なるほど、うん、はい、これちょっとボディカラーとか、まあ、車の仕上げ方によっては塗り分けなんかも、そうだね、はい、できそうですね、これももともとカーボンなんで、はい、あのいろんな塗り方ができると思います、先端の部分をちょっとボディと紹介したりとか、ね、はい、まあ、今後そんなのが出てきそうな感じがします、はい、だとここも変わってます、あここも変えたんですね、だ、はい、からね、ここだけメッキなんだ、だからね、そのなんだろう、日本仕様の 40DM スポーツがちょっとそのヨーロッパとかアメリカとかとは仕様が違ってて、ヨーロッパとか行くとここも黒なの、あそうなんですか、なんだけど日本だとここはメッキになっちゃう、へえ、なんでここも純正部品でこういうブラッククロームみたいなフィニッシュのものに変えて、ここクロームにする、クロームっていうか黒くすると全然イメージ違います、ね、違うよね、あの大宮店で作らせていただいたのも、うん、あのここラッピングして黒くしてたんですけど、やっぱりリアビューが全然違って見える、まあ、ちょっとエアロとかタイヤホイールつけなくても、うん、こういうメッキパーツ触るっていうのは結構おすすめなかったもんですよね、うんうん、でこのバックランプもつながりでスモークのペイントにしてあります、ああ そ, そういうことなんですね、ちょっとここ質感違うなと思ったんですよ、ここがね、そういうことなんですね、クリアで残っちゃうんで、確かに、でラッピングとかフィルム、スモークフィルムっていうのも、はい、まあ、考えたんだけど この角度で見ると、うんうんうん、フィルムだとどうしてもここ面までしか貼れないから、はいはい、隙間が見えちゃう、ついちゃうんだよね、はい、なんで今回は、まあ、お客様と話した上でペイントしちゃいましょうということで、だからよく見るとちょっとあ質感違うなっていう感じですけど、うん、こう離れてみたら、うん、そう分からないぐらい一本の、はい、かなりうまく仕上がっております、はいはい、じゃあ続いて内装もちょっとだけ、はい、今回はあれなんですね、お客様の本当にファミリーカーというか日常の、そうなの、はい、日常的にむちゃくちゃ使ってるんで、もう毎日乗られてるんだろうなっていう感じが、はい、まあすぐ分かるよね、はい、うん、さあ行きます、これだからXDM をそういう使い方されるってすごいですよね、すごいよね、はい、ちょっと、もちろんそのプライバシーの関係で詳しくは説明できないんですけど、はい、トランクの荷物とか、うん、もうラングラーじゃないですか使い方がもうこれでなんかこうアクティビティじゃないけど遊びに行くんだろうなっていうのが見えるものがちょっとトランクに積まれてたりとか、うん、本当になんかこう使い切ってる感じ、すごいっす ね普通だったらなんか本当にちょっとラングラーともうちょっとこうオフロード感のあるそういう車で積んであるんだろうなっていう道具がこの X7 に積んであってもうガンガン使ってる感じそうね、だからなんかもうちょっとこの外の遊んでる感じと、うん、エアロパースとかタイホイールとか、うんうん、はい、もう新しいメーカーでも、はい、おジョン全然つけてみようよみたいな、うん、おいいじゃんいいじゃんみたいな、そう、ね、そうね、ちょっと遊んでる感じがもう中外ちょっと僕はかなり伝わってくるそんな一台でした、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、ザコエあれっすね、結構ちょっとこうエアロも結構大ぶりだし、うん、はい、まあ、車種もまだまだ少ないんですけど、うん、まあ、いろんな車これから展開してきそうですし、フェラーリランボなんかもありましたから、そうなんかブランドイメージが悪くない、そうなんですよね、うん、ホームページがめっちゃおしゃれですよね、そうなんかコンフィグレーションみたいにできるじゃん、はい、ホームページ上でこうエアロつけたらこうなるみたいな、バーで選んですよね、だからホームページもすごくしっかりしてるし、うんうん、まあ、PV なんかも結構かっこよかったりして、そうちょっと今後に、はい、期待ですね、まだまだちょっとこう、はい、マイナーというかそんなにこう
みんなが知ってるブランドではないですけど、うんうん、ちょっと今後かなり注目が進めそうなの、うん、はいはい、ブランドなんでだと思います、まあ、動画の説明欄の方にリンク貼っておきますので気になる方はぜひ見てみてください、はい、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。